何か隠し事でもしてるんじゃない？知っていることは全部話すようにしているが。じゃあ、今の状況を説明したらどう？あなたが釘を抜いた後、私たちがここに来たのはどうして？なんというか、確かにこれは予測できる事態だ。必ず通る過程とすら言える。あなたも事前に私に聞かなかっただろう？でなければ、あらかじめこういうことが起きると分かっていたはずだ。あなたとは別の方法で交流する必要がありそうだね。それで、ここはどこ？琥珀街の住人たちは？彼らは、まだ存在していない。まあいい。やっぱりあなたのやり方で交流してみるよ。ここの性質と、私たちがここに来た理由を、正確に述べてほしい。飲み込みが早いようだ。正確に言うと、ここはおそらく100年前の琥珀街だが、影の力は、人々の恐怖から来ている。そして恐怖は、人々の心から生まれる。そのため、あの男が自身の力を七釘の中に注いだとき、彼自身の一部も必然的に残ってしまったのだ。抜かれた釘があの男のものなら、今の私たちがどの時間にいるのか、推測するのはそう難しくない。あの男？ああ。琥珀街大恐慌という言葉を聞いたことはないかもしれないが、心配は不要だ。これは一時的に活発になっただけで、何をしなくても、記憶は自然と消えていくだろう。ただ興味があるなら、周りを歩いてみてもいいだろう。もう少しわかりやすく説明してくれる？私が話した10種類の顔、影と共にやってきた様々な災いを覚えているだろうか。その後、同じように罹患の10層の一つとしてまとめられたが、それが初めて現れた時は、かつて見たことがなく、解決手段が全くないものだった。そして今、それがあなたの目の前で起きている。心配しないで、すぐにあなたを連れてここを離れますから。他の術もここに駆けつけてくれると聞きました。きっと良くなります。大事なのは。いや、違う。あの怪物を誰が来ても。違います。こう、やはり死んだのか。ありえない。死人が恐怖を感じてる。まさか。影から誕生した怪物。これこそが問題点だ。見ての通り、人の恐怖は影を誕生させ、それは災いとなる。しかしその理論でいけば、目の前の死体はもう災いを起こせないはずだ。私たちが見てるこの怪我人は、怪物たちの本当の源じゃないってこと？その通りだ。そして目の前にいる調査員らしき人物も、もうすぐ重要なことに気づく。実際、このエリアの災いの源は、琥珀街自体にある。街が怪物になったとでも？ああ。影の抜け穴を悪用したのかもしれない。最初の頃、確かにここに怪物が出没したのかもしれないが、事件はすぐに収められた。その後、影による疫病が琥珀街で流行り出したが、大きな損失を出すことはなかった。一体何が言いたいの？その災いは、大きな脅威とは言えない。残念なのは、そのせいで人々はこういう疑問を持ったのだ。どうしていつも琥珀街なのだ？もう分かっているだろう。
罹患の術僧が琥珀街に頻繁に出現したのはただの偶然だ。噂が広がり、人々が不安に思い始めると、ここは大げさなことに不吉な地と呼ばれるようになった。その後、数千数万人が信じて疑わぬ恐怖は、琥珀街を正真正銘の災いに満ちた巨大な箱にした。影から湧いてくる怪物、それらをよく知れば、そもそも難題などにはならない。倒すことは術にとっては朝飯前みたいなものだ。あなたが先ほど見かけた一般人も、ある手段を頼れば対応できる。だが、そのあらゆる原因がただの噂だと分かっていても、どんな方法で集団的幻覚を蹴散らせると？常識的に考えれば、彼らがどれだけ信じて疑わなかったとしても、噂は現実にならないはずだよ。影がその過程に条件をつけたの。その通りだ。ある視点から見れば、それは回収と同じ原理なのかもしれない。その後は、今の琥珀街を見る限り、その強行は最終的に終わったんだよね。方法はとても簡単だ。ただ、初めてそうしたいと思ったのがリトストだった。そう、ついて行ってみては。その目で見届ける機会もあるかもしれない。あなたはドニグルですか？じゃあ、まさかリトスト様もまだ。よかったよかった、術がここにいるなら。あああの犬、見たことがあるのか？私が老朽に来た原因とも言えるかも。あいつは一体何なの？その話は長くなる。奴をリトストのペットだと思っておけばいいだろう。かつては影の造物だったが、その後、奴はずっとリトストの意志に従って動いている。例えば、奴は今、リトストの指示に従って、あなたの前にいるかわいそうな調査員を噛み殺した。どうして？その通り。消せない悪があるなら、この身で悪に取って代わろう。さらばだ、見知らぬ人よ。いつか私は死に、今日の罪を償う。しかしその前に、動け、ドニグル。私たちは琥珀街の人々を皆殺しにする。